2014年5月15日、突如としてこのようなレスが書き込まれた。浮気が、バレてたみたい。まず、どこまで知ってるんだろ。さて要件を聞こうか。詳しく。全部じゃないか。詳しくされたう初めてう。ごめんなさい、落ち着かなくて。何かしてないと体が震える。多分全部じゃないはず。一昨日、庭に建ててるプレハブ、旦那の趣味の小屋、の中の、ガンダムのプラモや気持ち悪い萌えフィグア？いや、もっと気持ち悪い大きめの人形を全部裏の空き地で燃やして大喧嘩になって。今日まで普通ならば我慢できないことも、恩師先生のためと思って我慢してきたが、もう我慢できないから、きっぱり離婚しよう、と言われた。恩師の先生は私を旦那に紹介した方です。ゴールデンウィーク前に蜘蛛膜下出血で亡くなって、それからは旦那は考え込むことが多くなった。一応、彼には何か変わったことはないか？と LINE でメールしたら、今返事待ち、スペック書くと、私30歳こなし、旦那35歳メタボ仕事は自営、結婚7年目夜の方はここ数年私から拒否、彼20歳専門学校生、これくらいでいいのかな？詳しくしたものの、俺、離脱する、なんだかな。あとはみんなに託す。彼から LINE メール来た。別に何もないしって書いてあるからちょっとだけ安心。単にあなたの性格が嫌なんじゃないの。趣味のもの燃やすなんてこの頃の離婚話によく出てくるよ。家に持ち込まないで庭のプレハブに隔離してるならいいじゃん。気持ち悪いけど、自宅に入りきらない分がプレハブなのか？うちは違うと思う。旦那口だけで根性ないし。どうしても離婚するなら、慰謝料にこの家と車もらう。家内には旦那趣味は置いてません。結婚前から旦那趣味は全てガレージとプレハブでやってました。だけど12畳のプレハブに机と本棚一つパソコン一台で残りは全て作ってないプラモと気持ち悪い萌え人形とやらは我慢できないし。下で、旦那のものそれも、にはプレハブ隔離品を勝手に燃やしたんなら、バッサリ捨てられるはずさ。で、どうしたいの？さっきも書いたけど、離婚するならばこの家もらう。これは絶対。私の父親が、旦那が独立するときにお金を貸してるし、証拠なんかないはずだし、どうせ口だけ口だけ。人が大事にしているものを勝手に燃やして処分するとか親からどんな教育受けてたんだ？ゴミの野焼きは犯罪ですよ。野中の一軒家うてやつだし、周り何もないし、一番近い隣が100メートル向こうだから平気平気。燃やした裏の畑も旦那イコール私の土地だし、離婚したら、裏庭で私の好きなフルーツとか育てる温室欲しい？旦那の温室があるんだけど、狭いし。いやあ何の問題もないね、よかったよかった。はい、次の人どうぞ。旦那かわいそう。なるほど、お前を焼いて埋めても隣近所に気づかれないな。30過ぎのおっさんに、金と運のしがらみがあるから我慢してたけど、不定とか関係なく、人間的に嫌気がさしたのでもう無理ですって言われましたって自己紹介してるわけだけど、30の女が、そりゃ嫌になるなろうなう。都合すぎて前にもなって子供のままのこんなクズには、20の男にずっと構ってもらえると思っているお花畑だもん。たった今実家の母と父親の工場から電話が来た。ねえこれって罪？あんた一体何しでかしたの？って両親が家に来る。さっきから震え止まんな。つんだなう。彼氏のところへ急げ。まず浮気がバレてから来いよ。慰謝料はお前が払う側だっても、浮気関係なく。旦那の個人資産勝手に処分したんだから、結婚前から集めてたものもあったろうし、法的にも旦那はお前に損害賠償請求と慰謝料の請求ができる。入籍はお前なんだから、一文なしで家から追い出されるといいよ。オタのコレクションって、結構値が張ったり入手困難なものとかあるからね。損害賠償いくらだろう。そしてその夜、バレてた。しかも全部、私発狂。月末までに家出ていかなきゃいけない。クソ旦那性格悪すぎ全部見てたんだろ。全部知っててこうなるように罠はめたんだろ。K 君だけじゃなくてなんで他の3人の名前も住所も知ってるんだ。私が知らないことまで知ってて、テレビの代金も上乗せだなって。クソ旦那お前が両親の前でテレビに流すからだろ。何がダイジェスト版だ。根性も悪けや性格も悪すぎん。死ね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 。今はオープンにチャンネルとかもあるぞじゃないぞ。どうせこれもどっかで見てんだろ。ご丁寧に朝書いた書き込までや山名もうさーく。私には、独立にあたって旦那に金貸してやってるて。嘘じゃん反対じゃん。何よ4年で1900万って、どこにそんなお金あったのよ。私は知らないお金じゃない。親が金貸ししてるからバレても離婚までにはならないと安心してたのに。クソ親父娘に嘘つくな。とにかく最悪最悪。電話もメールも全員に繋がらないし。私これで終わり？終わり。おめえが全面的に悪いって言われなきゃわかんない。わかんないか。
なってアホなもの。わろたう。つかお前が勝手に不倫しただけではなってうこれだからプリンのうは。ご愁傷様。おしまいだな。旦那、性格悪くないよ。そこまでやるくらい一致がやったということ。心から謝罪して沙汰を待つようにな。4人もやったら謝っても無理だろう。あとお前が言ってた慰謝料とかも決まったら報告してくれよ。今知らないアドレスからメールで、楽しい書き込みしてんな、死ぬのはお前だってメールが来た。すぐに返事書いたら、メールアーデイモンって返事が来た。何これ。これも読まれるだろうけど、話したいことや謝りたいことがあるから連絡ください。K 君は20歳で将来のある若者だから非道ごとしないで。自業自得って言葉知ってる？あんたの不倫相手も同罪だから頑張って金返すんだね。成人男性に自分のやったことの責任を取らせるのが非道か？すげえ旦那頑張れ。不倫っていうのは心の殺人って言われてんな。そうだな、わかりやすく例えるならば、その K 君が妊娠事故を起こしたとしよう。相手は命は取り留めたものの、後遺症が残り障害者になってしまった。それなのにお前は K 君はまだ若いので将来を潰さないで、ひどいことしないでと相手に言えるのか？K 君抜ける。旦那独立時に親が金出したってのが実は嘘で、逆に旦那から親が金借りてましたってこと？一気の旦那さんへ、賠償は燃やされた炭のグッズ分も上乗せで請求してあげてくださいね。お嫁を大人にするためにも、恩師先生の急なご逝去は、さぞお辛かったでしょうが、先生が離別への踏ん切りを置き土産にしてくださったんですね。大人として、きっちりけじめをつけて人生の再スタートを取ってください。陰ながら応援しております。おやおや、K 君とやらは20歳でクズババアと心中か。ざまう。車がない。旦那の車が3台と私の車。私の車返せ。これも見てるだろうから、謝ります。最初はちょっとした好奇心だけだったの。友達も不倫してたし、離婚するならばしてください。一言二言メールして怖がらせないで。K 君は逃げるだろうね。そうやって保身と逆ギレ気味も愚痴をこなしにすると印象が悪くなる一方だぞ。旦那もここ見てんだろ。とりあえず事実関係を整理してまとめてここに書き出してみろよ。その上で反省の弁なり旦那への謝罪なりすればいいだろ。非道なことしたのは、お前と K だろう。旦那は法的に認められた損害賠償請求を粛々と行ってるだけだってのう。そもそも既婚に手を出すようなバカじゃ、旦那が手を退いてももともと将来ないわけだがう。あんたと不倫した全員が非業に得。一緒に地獄に落ちればいいよ。以降、一致からの書き込みはありませんでした。悪用に悪用を重ねた一致でしたが、見事に報いを受けた様子。旦那は無事にこの一致とは距離を置き、平穏に暮らせていることを願うばかりです。旦那に幸あれ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。